どうもスポーツ応援ブログの岡 P です。今回は広島県の高校陸上の強豪校を紹介していきたいと思います。広島県は中国地方に位置しており、広島、岡山、山口、島根、鳥取県の5県から構成されています。中国地方の競技人口は約8000人ほどです。そんな広島県の陸上競技ですが、早速強豪校を紹介していきます。まず高校駅伝の強豪校を紹介していきます。高校駅伝は男女ともに絶対王者として挙げられるのが世羅高校です。世羅高校は男子が18年連続51回、女子が16年連続16回、男女同時出場が13年連続と県内で圧倒的な強さを誇っています。特に昨年の2020年高校駅伝では男女アベック優勝し、世羅旋風を巻き起こしました。それに続く第二勢力は男子が広島南、広島国際学院、西条農業が挙げられ、女子は船入、西条農業、沼田が挙げられます。船入は2016年からの6大会でうち5回の準優勝を誇る進学校で、世羅高校の存在により一番影響を受けているのがこの船入と言えます。次に高校総体の強豪校を紹介していきます。高校総体は第一勢力に広島南、神鍋朝日、西条農業が挙げられ、それに続く第二勢力は女子が強い宮島工業、肘山女子、船入、男子リレーが強い総督、男子が強い広島国際学院、進学校で男子が強い広島、その他には市立呉、広島工大校が挙げられます。広島南や神鍋朝日は広島県の陸上界を引っ張ってきた存在で、県内だけではなく全国など活躍する強豪校です。またこの広島南や神鍋朝日らを含めそうですが、基本的に広島県の高校陸上は公立高校が勢力を拡大しており、世羅や西条農業も公立にあたります。いかがだったでしょうか。今回は広島県の高校陸上の強豪校を紹介していきました。全国で活躍する世羅や広島南、神鍋朝日からは今後も目が離せません。